ツワナ人は南部アフリカの民族。ツワナ人はボツワナでは人口の90%を占める多数派民族であり、国名のボツワナも民族名のツワナに後を意味するツワナ語の窃盗後、棒をつけたツワナ人の地という意味である。南アフリカ共和国内のツワナ人はボツワナの3倍近くに達しており、アパルトヘイト時代はボプタツワナというバントゥスタンを 南ア北部のボツワナ国境近くに持っていた。個人は、モツワナ・マツワナ、民族は、バツワナ・ベツワナ、言語は、セツワナ・セツワナ、国家は、ボツワナ・ボツワナと呼ばれる。17世紀に、北から、現在の居住地域に移住し、先住民の3人を追いやってこの地方を支配した。19世紀、ズール王国の拡大に橋を発する、民族大移動に巻き込まれ、 さらにグレートトレックによって南にやってきたトランスバール共和国のボーア人たちに対抗するため現在のボツワナの地域に住む8つの部族がイギリスに保護を求め1885年にベチュアナランド保護領が成立したその後1966年にボツワナ共和国として独立したボツワナのツワナ人はングアとバロロン、トロクはクーエナ、クガトゥラ、マレテ ワフルツェ、グワケツェの八つの部族に分かれていて、それぞれ腰と呼ばれる主張をいただいている。ツアナ人は定住民で、牧畜を主な生業とし、副次的にトウモロコシやソルガムなどを栽培していた。ツアナ人社会において、牛は伝統的に富を象徴し、盛んに売買が行われた。ありがとうございます。